ここでどうだ、あ、牛殺し、ファルコン・アロン式の牛殺し、後藤選手いかがでしたか。いい決まり具合じゃないですか、はい、さあ吠えた、陽が吠えた、牛に対して爆発してますね、気持ちが。さらにリング中央、ダイレクトドライブ、ヒロムの目の前でスリーカウント、完璧、完全にてめえを攻略してそのベルト奪ってやるからな。だからさ、札幌、その日はバックだ。ニュージャパンワールドナウ、さあ今回のゲストは後藤大輝選手です。はい、よろしくお願いします。お願いします。1.25 後楽園ホール大会が終わりましたが、メインはケイオスと田口選手の連合軍と、はい、ロスインゴベルナブルスでハポンとの戦いでしたが、いかがでしたか。いや、見事ね、ケイオスが勝ってくれて、今日は気持ちよく帰れそうです。はい、自分の試合がね、なんか、ちょっといまいち悔しいとこ残ったんで、はい、激しかったですね。 TMDK とずっと前哨戦もありますし、石井選手とザック選手もまだまだ、北海道まで、ね、続くんで、この借りは次に返していきたいと思います。はい、もう試合終わった後に皆さんバックステージに流れ込んでいって、はい、叫び声がずっと聞こえてたんですけど、はい、たんですけど、本当もう時すでに、俺が行った時にはもう時すでに遅いんで、いなくなったんで、くそーと思って、ちょっとね、ちょっと若干遅かったんで、ね、自分が、はい、何か目に何か攻撃を、いや、もう目に受けて、多分足腫れるんじゃないかなって、これ、はい、思ってるんですけど、はい、まあ、この張りも全部返していきますよ、次は。激しい前哨戦も続きますが、2.5 札幌でいよいよ IWGP ヘビー各の、ね、はい、戦いが TMDK とありますが、TMDK はどうですか、こう連携技であったりとか、やはり組んで長いというのがあると思いますけど、はい、やっぱり、まあ、タッグリーグの時から思ってましたけど、やっぱり穴はね、あまり見せない選手たちなんで、まあ次、まあ以前ね、勝ってると言ってもやっぱり油断はできないですね。はい、そうですね。1.4 でベルト取って次の日に TMDK が勝ったというのもありますかね。はいはい、そうですね。どこが一番警戒ポイントですか。まあやっぱり2人のタックルワークをいかに崩すかじゃないですか。はい、あとは2人の絆をよりもより強い絆でね、はい、俺とよっちゃんで、ね、どこまで行けるかですよ。おっちゃんと呼ばれることに関しては大丈夫なんですね。いや、もうそれでね、2人の間で決まった話なんで、はい、やっぱりね、さっきの今日の試合でもね、海野選手なんかは本間さんさん付けで言ってたじゃないですか。はい、あれはあれでね、やっぱりさすがだな、こう攻めだなっていうのはありますけど、まあ俺と打ったら決めたことなんで、そこはなんとも思ってないです。はい、じゃあ、橋選手もでも残米、空前実後以上のものを見せるというふうにおっしゃってましたか。おー、楽しみですね。はい、そうですね、タッグのタイトルマッチが控えています。今回は後藤大輝選手にお話を伺いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。